はい、続いて紹介するのが、サーという、メーカーの歪みペダルです。リオットって読むかな。結構面白いのが、歪みの種類をここで変えれるんですよね。左にやると、ゲルマニウムダイオードってやつで、真ん中がですね、おそらくデフォルトなんかな、シリコンダイオードです。で、一番右がですね、発光ダイオードという感じみたいですね。まあちょっと試走してみますね。クリーンです。オフの状態で、はい、オフです。これオンにしてみます。かなり気持ちよく歪んでくれます。最近の歪み方なんですかね、モダンな歪みだと思います。じゃあチャンネルを変えてみます。左、ちょっとキャラクターがあって、ちょっとどうなんですかね、地域が、少し削れた気がします。一番右にしてみます。これはもうどんしゃりですね。その場に応じて、すぐ切り替えれるっていうのがいいですね。そのライブハウスとかなりとか違うと思うんで、その時にこう切り替えたら、面白いんではないかと思います。デフォルトの歪みのキャラクター戻します。これが一番元気な音がしますね。アンプにもよるんだと思うんですけど、はい。じゃあちょっと、ここがトーンレベル、トーン、レベルディストーションですね。じゃあちょっとトーンを変えてみます。結構幅広く、音作りができる状態ですね。幅広いですね。続いてディストーション触ってみましょう。レベルは、こんな感じですね。真空管では出せない、歪みもあると思うんで、最近の、音楽の傾向から言うと、こういうペダルでもいいんじゃないかなと思います。特にメタルとかやってる人にはいいかもしれないですね。